皆さんこんにちは、おうちいらのです。今日はですね、まずちょっといつもと画角が違うんですけど、お家をちょっと改造したのでいつもと違う画角で撮ってみております。まだ掃除機とかがあって生活感が溢れてるんですけど、すみません。はい、そして今月もじゃん、グレールでたくさんお買い物をしたので購入品を紹介していきます。ちなみに私は身長が162センチの骨格ウェーブブルベ夏です。ということで早速スタートです。まず1着目はですね、じゃん、今着ているこちらのフリフリのトップスになります。前にボタンがついているデザインになっていて、ちょっとカーディガンっぽくも着れるようなものですね。結構生地もしっかりしていて、こういうふわふわ系のトップスとかワンピとか、すごいこの素材って流行ってると思うんですけど、なんかね、物によっては結構チクチクしたりするものだったりとか、着心地が悪いものとかもあったりするんですけど、これはめっちゃ着心地もいいし、生地もすごいしっかりしてて、裏はこういう感じで普通のツルツルの素材で全くチクチクとかもしないので、すごい着心地いいです。夏って特にさ、暑いから素材感すごい大事にしてお洋服を選んでるんですけど、これはすごい着心地も良くて、2枚重ねだからといって分厚い感じとかもないので、まあ夏でも着られてめっちゃいいなって思いました。丈もちょっと今下がハイウエストだからあれだけど、おへそより上ですね。結構ショート丈になってるので、これトップスとしても可愛いけど、キャミワンピにカーディガンとして羽織ったりとか、インナーとして使ってもめっちゃいいなと思います。袖はちょっと分かりにくいんだけど、ここにゴムが入っていて、パフスリーブとかではないんだけど、なんかここがねゴムになってます。なんかここ、こういう感じ、パフスリーブとかではないんだけどね、なんかゴムになってますね。こんな感じ。首元も V になっているので、デコルテラインもすごい綺麗に見えるし、個人的にそれもいいなと思いました。色味はね、アイボリーって感じかな。こんな感じ。めっちゃ可愛くない？すごい可愛い。ふわふわの素材感が。そして、続きまして、ちょっと今回ね、いつもよりちょっと少なかった気がするんですけど。じゃん！こちらのノースリーブの、ちょっとツイードっぽい、秋っぽい素材の、チュニックトップスになります。これなんかスラックスとかと合わせてたら絶対可愛いなと思って、これ実物の方が超可愛いんだけど、見てこの生地、めっちゃ高見えの高級感のある生地で、ここもゴムになっているのでめっちゃ着やすそうです。後ろはこんな感じで、ちょっとツヤのある雫玉みたいなボタンで着脱できるようになっています。こっちも着てみます。はい、着てみるとこんな感じです。え、めっちゃ可愛くない？これ超可愛い。形が天才。めっちゃ可愛い。伝わりますか？こんな感じ。ここも飽きすぎてないので、下着の心配もそんなにいらないし、何よりこの生地がめちゃくちゃ可愛い。超可愛いんだけど、丈も全然長くない、このくらいの、腰骨くらいの丈なので、今ちょっとダボっとしたパンツ合わせちゃってるけど、スラッとしたデニムとかスラックスとか合わせるとすごい綺麗に着られるかなと思います。この切り替え位置がかなり高いので、普通のこういう形のチュニックよりも結構高い位置で切り替えがあるので、めっちゃスタイルアップする気がします。しかもね、ここのギャザーがすごいたっぷりなので、立体感があるからめっちゃここのボリューム感が可愛いです。え、超可愛い。これ生地が200点です。ゴールドのアクセサリーとか大きめのピアスとか合わせたりしても可愛いと思います。もう私本当に夏ってノースリーブばっかり着ちゃうので、こういうガーリーなノースリーブはすごいありがたいですね。めっちゃ可愛い。これデニムのショートパンツとか合わせてちょっと甘めに着たりしても可愛いと思います。なんかね、生地が結構大人っぽいので、ロングのパンツとかと合わせると結構大人っぽく、ショート丈と合わせるとガーリーに着られるかなっていう印象です。これは大当たり、みんな買うべき。そしてそしてじゃん、こちらのシースルーのサマーニットっぽい薄手のトップス
を選びました。私本当にこういうテロテロのお洋服が大好きで普段からめっちゃ着るんですけど、夏も直射日光が暑いからこういう薄手のを1枚羽織ったり日焼け対策にもなるし、ここまで透けちゃってたら日焼け対策になるのか分かんないけど、私はこういうゆるっとしたもうノンスリーブかこういうのかっていう感じなので、こういうのは大好きです。でこれと合わせようと思って、でこれと合わせようと思ってっていうか、私こういうのをいっぱい持ってるんだけどインナーに困るじゃないですか、こういうやつって。でめっちゃ可愛いインナーが売ってたのでこちらも一緒にゲットしました。こちらの白のキャミソール、ただこれねパッドとかはついてないからヌーブラとかなんかベアとか入れないといけないけど、なんか形がすごい可愛くってさ、これ色違いでゲットしちゃいました。こんな感じ、なんかここにレースがプリプリプリって入ってるのと、私もこういうキャミ大好き人間だからさ、購入品見てくれてる方はわかるかなと思うんだけど、結構こういう形だとギャザーがここに寄ってるものが多いの、ここに。でもこれはお胸のところにギャザーが寄っててすごい可愛いなと思って、グレーもちょっとカジュアルでちょっと子供っぽくて可愛いなと思って、白は無難に絶対使いやすいので白も選んでみました。これ届いてびっくりしたんだけど、私普通のこういうカットソー生地だと思ってたらなんかねリブニットになってて、こんな感じ伝わるかな、生地感めっちゃ肌触り、私結構こういうインナー系をネットで買うときってもう安いものも何でも割と賭けみたいな感じで注文してるんだけど、これは薄いリブニットっていう感じなのでめちゃくちゃ肌触りがいいし伸びもすごいいいので絶対着心地がいいやつ。なんかインナーって結局着心地が悪かったら全然着ないとかめちゃくちゃあるので着心地重視、ただ肩紐の調節とかはできないけど、だからこそこういう肩が見えるデザインのものとかの時は邪魔にならなくていいかも。めちゃくちゃ可愛い、これみんなゲットした方がいいです。なんか秋冬まで使えそうな感じの生地感、裾もこんな感じでメロンになってるのでもう全部可愛いですね。え、これがこの値段でって感じ。これもね色がたくさんあった気がする。じゃあこれ白とブルーのトップスを合わせてみます。はい、着てみるとこんな感じです。伝わるかな、今つけてるみたいになんかネックレスをつけてあげると可愛いですね。インナーも透けてて可愛いです。丈がそんなに短すぎないのでインナーがめっちゃそれがいいですね。でこの薄手のトップスは腕のところがこの二の腕のところは緩いけど袖にかけて細くなっているデザインですごい体が華奢に見える気がします。胸元もすごい広く開いてるんですけど前にこう広く開いてるんじゃなくてなんかさこの横幅狭いのに前にこうやって開いてると私結構お胸がないのもあってやぼったく見えちゃうんですけど、これは前はそんなに開いてないけど横に広く開いているタイプなのですごいデコルテのラインもフェイスラインも綺麗に見えるラインかなと思います。こうやってネックレスとかアクセサリーとかとの相性がいいと思う。なんか流行ってるさ紐みたいなレースみたいなチョーカーとかなんかこういうやつつけたりしても可愛いと思う。めっちゃ可愛いねこれ。私結構冬とかまでこういう薄手の素材のものを着てアウターとか着ちゃうタイプなのですごい長く使えると思います。インナーとしても着ても可愛いし、ちなみにこれ何気にこの脇のところがちょっとドルマンっぽくこう大きくなってるのでこう動いた時のこのシルエット感もめっちゃ可愛いです。これがピタッとしてると一気にインナーっぽくヒートテックっぽくなっちゃうんだけど、この形がねちゃんと出てることによってすごい緩めのアンニュイなトップスとしてすごい見えるので女性らしくていいかなと思います。ちなみにグレーは着なくてもわかるよね。これやっぱ着心地めっちゃいいです、おすすめ。しかもなんか肩紐も全然長くないのでこんな感じ結構上まで着てくれるから安心かなと思います。そして続きまして今履いているパンツです。こんな感じ、こういう分かりづらいんですけどカーキのパンツをゲットしました。ここ横がフリルでプリプリってなってて、なんかカーキでちょっとカーゴパンツっぽいシルエットなのにこの横フリルでガーリーなのめっちゃ可愛いなと思ってゲットしてみました。でこれお腹のところが全周ゴムになってるんだけど、ここさらにここピューって絞れるようになってるのでなんかウエストだけ
でかい問題が骨格ウェーブの方はすごい発生すると思うんですけど、これはその心配がなくていいなと思いました。生地はね、カーゴパンツっぽい感じです。ちょっと薄手めのカーゴパンツって感じかな。結構しっかりしてる生地ではあるんだけど、なんかシャカシャカの方のカーゴパンツじゃない？わかる？伝わるかな？こんな感じ、結構しっかりしてる生地ですね。なんか T シャツとかと合わせたりとか、今のトップスとかと合わせても可愛いし、フリルがついてることによってガーリーなアイテムとの相性もいいし、ちょっとカジュアルダウンしたい時とか、カーキのアイテムとかも最近流行ってるし、これになんかブラウンとかあえてピンクとかのちょっとスポーティーなキャップとか被ったりしても可愛いし、なんかいろいろ使えそうだなと思ったのでゲットしてみました。なんかただのさ、カーキのカーゴパンツとかだったら取り入れづらいなって感じだけど、こういうフリルがねワンポイントでついていることによって他のアイテムとも合わせやすいのでおすすめです。ガーリーなお洋服でちょっとカジュアルにしたいって時とかさ、いきなりカジュアルすぎるアイテムを入れちゃうと調和しなかったりするので、ちょっとインナー関連でさっき紹介し忘れてたのがあったので紹介しちゃいます。じゃん、こちらの紐がついているギャザーのベアトップになります。これはね、さっきのと違ってパッド入りです。しっかりパッドが入っているので入れたり出したり可能 で、ここのギャザーも自分で調節できるようになっているので、短くしたり長くしたり、その日の気分とか合わせるアイテムによって変えられるのもいいなと思いました。生地はこういうリブの生地ですね。なんかさっきのもうリブだけど、なんて言うんだろう、こっちは柔らかいニットって感じだけど、こっちは割としっかりめの生地って感じ、カットソー生地っていうのかな、結構しっかりめの生地でできています。で、肩紐のリボンは自分で結べるので肩紐調節できていいですね。ちょっとこれも着なくても分かるかな、こんな感じ。てか今これに合わせるのこっちの方が良かったかもしれない、肩紐が見えて。なんかシンプルにデニムに合わせて上からショート丈のシャツ羽織ったりとかしても可愛いし、結構見えるこういうキャミ系のインナーって案外可愛いのがなかったりとか、ただのタンクトップだと寂しい感じになっちゃったり貧相に見えたりするので、こういうギャザーだったりとかシルエットでアクセントがついているものを選ぶと、なんかシャツとかデニムとかすごいシンプルなものに合わせても一気に華やかに可愛くなるので、こういうのは一つ持っておくと便利かなと思います。なんかこっち今着ているタイプの方も可愛いんだけど、こっちは割とベーシックな感じ、なんか何にでも合わせやすくてっていう感じだけど、なんかこれとデニムととかだったら結構ナチュラルすぎるというか、もうちょっと可愛くしたいなって時とかにこういうちゃんとアクセントのついたデザイン性のあるインナーとかを着るといいかなと思います。なんかこういうさ、インナーとかだけでもバリエーションがすっごい豊富なので、なんか私最近、まあ、購入品いつも見てくれてる方わかるかもしれないんですけど、インナーとかめっちゃ買ってます。すごい質がいいのでお気に入りです。そして続きまして、じゃん、こちらのブルーのワンピースになります。かわいい、なんてかわいいの。ちょっと今この上から着てもかわいよさそうだけど、ちょっと1枚できますね。ちなみにこれなんとパッドがついてます。天才、こういうのってね1枚で着れてなんぼだから。このパッドも抜くこともできるみたい。着てみます。ねえ大変、めっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛いのにさ、丈が短すぎて私これ1枚では外に出られません。でもめっちゃ可愛いの、ほら。しかもこれ確か色が、さっき着てたこれもすっごいたくさん色があって、これもねなんか何色かあって可愛いなと思ったね。こんなに可愛いのに。しかもこのリボンは飾りのリボンなのでそんなに取れる心配もないし、シルエットもなんかここにね切り替えがついてるの、ここに切り替えがついてることによってすごい細く見えて、お胸のラインも綺麗に見えてめっちゃ可愛いんだけど、私は162センチなので、あのデニムとかを上から着てトップスみたいにしたら着れるかなと思うので、私はその作戦で着ようと思うんですけど、ワンピとして着たかったな。でもなんかぜひ低身長の方は逆にミニのさワンピとかもすごい長くなっちゃったりとかあると思うので、これ低身長の方はめちゃくちゃ綺麗に着れると思う。ちょうどいい丈で膝上の可愛い丈で着られると思うので、私これサイズがダメだったのかな、いやでも M サイズ選べたら M サイズにしてるはずなので、多分
サイズの問題ではないと思うんですけど、でなんか肩のところもさ、こうやってフリルみたいになってて、めっちゃね可愛いの。ここも四角で開いてるからすごくデコルテも綺麗に見えるし、こうやってアクセサリー映えもするし、めっちゃ可愛いの、ここのフリルも。めっちゃショックだけど、まあトップスとして着ます。私は低身長の方はぜひこれ絶対めっちゃ着こなせると思うのでおすすめです。ちなみに横からのシルエットはこんな感じ。裏地もしっかりついているので透けとかの心配はないかなと思います。はい、そしてまたミニのワンピースです。ティアードのパフスリーブのワンピースです。可愛すぎる。めっちゃ可愛くない？前回確か同じカラーのノースリーブのワンピースを買ったんですけど、それの同じ生地の形違いっていう感じで、こっちの方がかなりガーリー。めっちゃ可愛くない？私こういうのにシンプルに白靴下とメリージェーンとかで女の子らしく着たりとかするの好きなので、そういう風に着たいなと思ってゲットしました。これねすごい生地がね、前回のワンピも良かったんだけど、すごいちょっと麻っぽい生地というかリネンっぽい生地になっていて、着心地もめっちゃいいのでおすすめです、このシリーズ。ちょっと着ます。はい、着てみるとこんな感じです。めっちゃ可愛くない？パフスリーブでさ、ここがゴムがきつすぎてここがキュッてなるやつ私嫌いなのね。ここめっちゃゆとりがあってすっごい形が可愛い。ここもしっかり立ってる形なので、パフスリーブって結構シンプルに見えて、着る人ならわかると思うけどめっちゃさ、いろんな形があるじゃん。これは超当たりのパフスリーブっていう感じ。中にちょっと入ってるので、この胴体のところもすごい細く見せてくれるような気がします。これはね大きいんだけど、肩のラインもちょっと中に入ってて、結構そんなにガンダムに見えない気がする。腕も細く見えるし、お顔も小さく見える形かなと思います。じゃん、こんな感じ。結構短いので、私くらいの身長だったら中にショートパンツとか履かなきゃいけないかなと思うんですけど、なんか A ラインになってるのでそんなになんかやばい感じはしないかなと思います。で、生地のボリュームもたっぷりあるので手を上げても見えることとかはないし、まあ中にショーパン履けばいいかなって感じ。ティアードの感じも生地がすごいたっぷりで形がめっちゃ可愛いです。こういうシンプルだけど形が可愛いワンピースってめちゃくちゃ女の子らしくて私は大好きで、髪型とかヘアアクセサリーとかでも雰囲気変えられるし、これにカチューシャとかつけたらお嬢様っぽくなるし、こうやってポニーテールしたらちょっと大人っぽくも着れるし、リボンとかつけたらめっちゃガーリーにも着れるし、なんかシンプルだけど形が可愛いワンピースっていうのは本当にあの合わせ方次第でめっちゃいろんな雰囲気にできるので、そうキャップとスニーカーとかでカジュアルに着ても可愛いしね、そういうのもおすすめです。続きまして、じゃん、お靴です。ラストは2足お靴をゲットしました。まず1足目がこちらのシルバーのサンダルです。こうやってリボンになってる24センチをゲットしました。あのよくね質問が来るんですけど、グレールのお靴はいつも私はサイズそのままで買ってます。みんななんかサイズ感どうですかみたいな質問がよく来るんですけど、ちょっとなんかちっちゃかった時もあったけど、いつもだいたいぴったりサイズを買ってます。はい、履いてみるとこんな感じで、床がこれもちゃんと低反発になってるのでめっちゃ歩きやすいです。なんかシルバーがすごい華やかでマニキュアが生えていい感じ、めっちゃ可愛い。こんな感じです。すごいこれ高見えサンダルな気がする。そしてもう一つ、じゃん、こちらの黒のパンプスです。これもめっちゃ高見えじゃない？こんな感じ、サテンの生地っぽくなっていて、マットサテンの生地になっていて、すごい大きいリボンがついてて、後ろはゴムになっています。こういうとんがり系って不安なんだけど、私いい感じかも。ちょっと 謎の画角なんだけど、ちょっとお家のルームツアーも落ち着いたらしますね。お、え、めっちゃ履きやすい。じゃーん、こんな感じです。まあミニと合わせるようなデザインじゃないからあれなんだけど、こんな感じ、こんな感じ、伝わんないか。え、めっちゃ可愛いしすごい歩きやすい。サイズちょっとだけ小さめかもしれないけど、これ逆に大きかったら、この後ろがさ、かかとで止まるようになってるから、大きかったら大きかったで止まらない気もするから、私はこのサイズで良かったかなって感じ。この部分だけがゴムになってるので、そんなめっちゃこれが伸びるってわけじゃないから、もし心配だったらちょっと大きめでもいいかも。中にここ詰めればいいから。ピンヒールだけど、ヒール自体はそんなに高くないので、すごい履きやすいし歩きやすいし
めっちゃいいと思う。え、超可愛いね。薄手のソックスとかと合わせても可愛いと思います。今回の購入品は以上になります。いかがだったでしょうか。もう毎月ね、フレールの購入品は紹介してきてるんですけど、みんな見に行った時にはもう売り切れてたりとかするみたいで、ぜひお早めにチェックしてみてください。ということで、最後まで見ていただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思っていただけたり、参考になったよという方はぜひチャンネル登録とグッドボタン、コメントの方をよろしくお願いいたします。それでは、おちひろのでした。バイバーイ。